誰誰ちょっと待って、下誰、なんかさ変な顔おるんやけど、顔がやばいんだけど、誰あなた、誰、すげえぞ、見た目誰これ、え、何この敵、初めて見たんだけど、え、俺今まで出会わなかっただけかな、こんな敵初めて見た。あ、え、何これ、ボルの頭だよ、これ使えそう、うそー、ボルの頭やん、いやいや、使えない、やめとけ。俺、それより気になったのはね、クラッシャー、誰？マジで誰？何これ？もういい、十分。やり塚がすごいんだけど。何これ？いや、何に使うんだ、それは。使えなさそうなものしかなかったぞ。え？どういうこと？テレサ？え、なにこの黒テレサ？白亀っくん。なにこれ、知らないやつばっかなんだけど。なにこれ？いや、いるぞ。でかいな。なんだ？キングテレサとかじゃないんだよね。これ、キングテレサとかではないよな。見た感じ。あの、でかいテレサって名前なんて言うんだろう。キングテレサじゃないなら、お前って誰？でかいんだけど、見た目の迫力やばいもん。お前何？テレサの親玉か、なんか黒いテレサもどうかと思うけど、なんかカービィに見えてきたもん、黒いテレサが、もはや。メット。から中身の入っていないメット。これ全部持ってっていいの？え？僕のことが気に入ったって？え？僕は本当はとても強い？同じ甲羅を背負う仲間として尊敬する、そんなの？どっちかというと見下されてない？メットの方が個人的に厳しくない？そんな、滅頭もない。あ、今の話です。持っていかないで。ダメじゃねえかよ、それじゃ。それとさ、もう全員入りましたよ、さっき見て。はい。滅頭。はい、まあ、これはいいです。次行くよ。はい。デカテレサ。デカテレサって何？キングテレサじゃない。デカテレサって一体誰？本当に。体の大きなテレサ。スピードはないが、体力とパワーはダントツの移行タイプ。スピードがないテレサって一体何者なの？カメック白。白い服を着たカメック。魔法の杖で近くのキャラをスピードアップ。あ、スピードなんだ、あげんのは。ボムテレサ。世にも珍しい。爆発するテレサ。いや、爆発するテレサって何さ？うわ。来ましたね。これはロイの面だからね。いろいろいるな。カウェジェットの復活。じゃあ行くか。ん？あ、クリボー隊長たちは集めた素材を使って、カメジェットの修理に取り掛かりました。あの素材たちで、乗っ取られてしまったクッパ城への思い。行方不明のクッパ様への思い。全員がいろんな思いでハンマーを振り、ネジを回し、壁を磨きました。そして、おお、乗り捨てられた後、ここまで修復したんだ。ここまで来れたら、ジョジュラも一緒に来るよ。ジョジュラとか来なかったの？できた！元のようになったよ。まったく、ここまで綺麗にしなくても、飛べればそれでいいじゃん。でも、このカメジェットをクッパ様を見たら、きっと喜んでくださると思いますよ。確かに。そうだよね。へへ。ん？出発するかな？あれ？ローイ！ぬふふふ。よくやったぞ、お前たち。このロイ様が直々に褒美をくれてやる。お前たちもさぞ疲れたろう。旅行でも行くのはどうだ？え、ご褒美旅行？そう！ロイ様と行く地獄巡りツアーのチケット。片道チケットだからな。喜んでるけどね。やっぱり、有無を言わさつきやがったな。あ、でもなんかボス面の曲じゃないのはなんで？なんか謎だな。スーパーお化け戦隊。あ、ロイ来た。さあ、ロイがなぜかね、ボス曲もなっつ、あ、じゃあ私も。じゃあゴッドアップなら、こっちもゴッドアップしましょうよ。こっちも軍団魂見せてやんよ。
ロイがね、この、何、仲間になる感じじゃないな。大丈夫か、こいつ。ロイなんか自分に自信あるからな、あいつ。よし、そろそろ福引き使っちゃおうか。何が来るかな。オッケー、完璧。これは勝ったでしょ。いや、もうこの軍勢は勝ってるわ。あー、ロイ来るよ。うわー、ロイ強い強い強い。頑張れ。小賢しいわ。なんだ、やめてー。コーラスピンしやがったな、お前。大丈夫だ、もう6対1や。ロイ1人じゃ何もできねえんだよ、お前。こっちは未来のエリート3人が、あれ、1人いないわ。もう1人いなかったわ。俺は、ロイ様、賞金戻りましたか？ただただ、ゲロゴピッツに従わなきゃいけなくなって。不思議だが記憶はある。ん？何の音だ？まずい！おい、クリッキーとヘルバー！それとパタボーはどこだ？いるよ？あの3人なら普通に今チームにいたよ。おい、クリッキー！ヘルバー、パタボーン！あれ、いない？あ、ロイ様どっちへ？あの3人が、次元爆弾を仕掛けてやがらせろ。え？どういうこと？え、何がどうなってんの？おい、お前ら！今、クッポ軍団ピーチだ。仕方ねえが、お前らついていってやる。あ、だからこれだけは言っておく。俺はまだお前たちのことなんか認めていねえ。俺に認めたほしくは、どんなことが起きても、クッパ様はクッポ軍団を救い出してみやがれ。いや、パーティーにいない！ちょっと待って！パーティーにいなくなってる！危ない危ない！この前行くとこだったもん、今。パーティーにいなくなってる！こんな、いいやつが。待って！誰か補欠いないとダメだ！補欠、これパーティーじゃ補欠だ！誰か補欠はいないか！クッパ城の中にいたのか。よし。次元爆弾はセットできた。こっから脱出するぞ。本当にいいの？ねえ、クリッキー。ゲルコピッツマンしたれ。偉くなるんだ。最後のとどめはお前たちがいるルルよ。ふん、こんな小底の手いらねえよ。あのクリボー、叩いても叩いても起き上がってくるルル。徹底に徹底に徹底を重ね、徹底的に潰しておくルルルルル。これがうまくいったら、お前たちはエリート、ゲラゲモーラ様の幹部になるルルル。幹部？やりたいことやりたい放題、食べたいもの食べたい放題。何でもかんでも全てが思いのままルルルル。思いのまま。さあ行くルル。今お前たちは奴らの仲間。バレるこっそりやるルル。これがもう一つの手を打つやつか。操られてないのにそんなことすんの。うん。で、綺麗になったカメジェットで。あ、三人ともいいの見つかった？ああ。探した途中だったのか。え、いや、これといって、何してんの？え、床を磨いてたんだ。ただ直すだけじゃクッパ様は喜んでくれない。元の綺麗なカメジェットに、ピッカピカのカメジェットにするんだ。おー、すげえ！さすが掃除係！さすが残る。偉くなって、何でも思いのままだ。はは。ロイが教えてくんなきゃダメだったね。フリッキー。いや、これは、爆弾を止めるんだ。わかった。勝負しよう。負けとが、勝ったことに言うことに聞く。クリキがいつも言ってたルールだ。よし、部屋パタボン。必ず僕たちが勝つぞ。
お、お、それでいいのか。お前たちそれでいいのか。ってことは、あ、サンバトルだね。飛行が多いな。頑張ってくれ、とりあえず。ヘイファーパターンもフリッキー俺使ってたのに、割と。もう、仕方ない奴らだな。まさかロイがそういう風なことは。行くぜ。パタボン、どうだろう、レベル耐えてっかな、ギリギリかも。いや、でも、83なら。心、もう、パタボン耐えないでもさね。ヘイファー、クリッキーって全員パターンが違うから、このメットたちが刺さらないとこあるんだよな、多分。メットがあまり刺さらないところが怖い。どこだろう。突撃。いやー、多分。うん、そうだね。次のヘイファーあたりがちょっと、きついか。で、クリッキーどうせ突っ込んでくるんでしょ？だからそこを生かせば、いける。誰？ボルド？誰？あれ、あの青いの。ボルド？確かなんかいたよな、マリオ RPG やに。なんか、見たことある。あの、嫌な、嫌な見た目は。俺覚えてるぜ。ボルドだ。確か。爆弾投げてきてないか、さっきから。何あれ？やっぱここが一番きつくなるか。で、相変わらず助っ人呼ぶのね、君は。いやー、きついなー。76？ ちょっと待って、きついな。これワンチャンガードした方がいいかも。76で、ままだもんね。66?65? いけ！ロイ様！うお！よいしょ！あー！いや！オーケー！エクセルトー！これ、ロイ、こういうタイプか。何してんの？あ、命中だけだ。大丈夫。命中だけならもう、あと。61。いける。いける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 。いけ！いいぞ！ほい！よし！いやー、あとはラストは突っ込んでくるあいつだ。あの野郎すぐ突っ込んでくるからな、最後。うおー、なになになに、え、え、どういうこと、誰？え、誰？あいつ。尻尾生えてるで、クリボーに。クリボーに尻尾生えてるで。どうなってんの？一体あれは。クリボーに尻尾が生えてんの初めて見た。そんなあるんだ。いや、俺知らんよ。お前誰？マジで知らん。俺マリオの作品さ、割と RPG 系全部やってきたつもりでいるんだけどね。まさか白黒つけるぞ。いや、やめとけって。やめとけ、やめとけ。あははは、やめとけって言ったのに、この前もそうじゃねえかよ。なんで密集地に自分が突撃してくるんだ、お前は。あ。バタバタしましたけど、もうすぐ帰れるのか、クッパ城。で、まずはゲロコピッツにやろうやつけないとか。それにしてもあいつ、なんだかんだでしっかり隊長やってるよな。ずーっと隊長がいいんでしょうね。体調は、体調が大事ですよね。ついに風さえも動かなくなった。何してんのお前。素質は減った。最初から。え、マジか！クッパ様に似てる。え、そうか？あ、ジゲム。発信の準備ができました。なんだかんだね、ちゃんと正直には解除してくれたんだね。あ、動き始めた。クリッキー。この場所、なんだか懐かしいよね。あ！ここ。はじめのチュートリアルの二人なんだ。またやったら、いつか前でも必ずやっつけてやるんだ。なあ、今度は二人同時に攻撃してみようよ。それはそうと、僕たち、クリボーは早く手軽と偉くなりたい。お前、そんな伏線があったの？そうなんだ。そこにクリッキーいたんだ。クリッキー、偉くなろう。え？クッパ様の下で、一緒に偉くなろう。戻ってきた。
戻ってこないと困るよ、君たちは。ボルドー。やっぱりお前ボルドーがたくさん動いて非力をかま、これで結局 28! ほん、なにこれ、デカシっぽクリボー。マジで誰なんだよ、こいつ。デカシっぽクリボー。あのさ、長いのよ。ねえ、なに、デカシっぽクリボーって何、ファイヤーテクテクバックンじゃねえんだからさ。